皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回はハンギングレッグレイズの応用編という内容でお送りしていきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを配信しておりますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。最近出したあの動画でハンギングレッグレイズの方法ということで、ぶら下がって足を上げる、こういう形のトレーニングをやってたと思うんですけども、僕はこれの応用編ということで、ハンドを使った種目も入れるようなやり方でやっていきます。意識する点は同じなので、ぜひ気になる方は辻本さんが解説している動画でチェックしてみてください。僕のやり方はちょっとね、中途半端なところで止めるようなイメージなんですけども、上まで上げるのではなく、ここで止める、ここで止める、つま先がおへそのラインぐらいまで上がれば止める。まあ、その理由としては、収縮の種目はまた別の種目でもできるのと、あと追い込みでその反動を使うときに腹直筋の上の部分を狙うので、最初の追い込みは下腹部のあたりを使いたいですね。で、そうなったときにそこで止めることで収縮しきらないんで、ずっと負荷が下腹部に集中します。なので、まあぶら下がってここで止める、で、ここで止めるときに息をふーって吐いて、下ろすときに呼吸も息を吸いながら落としていく。レッグレイズするときに無呼吸になる人も多いんですけど、上げるときはしっかりと息を吐いて、さらに腹圧を意識していく、下ろすとき息吸っていくけど、腹筋の力はできる限り抜かない意識でやっていきます。で、これを10回やった後に、これは反動を使ってるから、あんまり腹筋の力を使ってないからって言ってたやり方で、疲れた腹筋をさらにもう無理やり収縮させていくっていうイメージで使います。そのやり方がこれですね。この反動を使ってこういうスピードを上げてやっていくやつです。これはもう膝全然曲げちゃってもいいです。とにかく息をふっ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 て吐きながら腹筋を収縮してあげる、追い込みでやっていきます。組み方ですね。レッグレイズをやって、追い込みはどこからやり始めるのかっていう解説をして、この動画は終了していきたいと思います。はい、これ10回やるんですけど、握力がやばいんで5回にしときます。って言ったら、次はもう反動使って、足伸ばせるなら伸ばして、こういう感じで10回程度ノー反動で呼吸整えながらできる限界までやったら、そっからもう反動を使って限界までやり続ける。終わった後にもうきつい感じが出てこれば成功です。ただ最初の方だと、やっぱり腸腰筋の力とかがついていない状態でやってくると、この辺が疲れてあまり腹筋が疲れないっていう人も出てくると思うんで、要練習というイメージでやってみてください。やっぱレッグレイズでね、追い込むことによって下腹部までしっかりと狙えるっていうのがポイントになってくるので、腹直筋上部ばっかじゃなく下腹部までしっかりと狙って、チョコレートみたいな腹筋を作っていきましょう。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録お願いいたします。ビレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども配信しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄をチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。